はい、皆さんこんにちは、高森です。だけど今回は、手に職をつけたいならプログラミングはおすすめですよ、こういった話をですね、皆さんにしていきたいなというふうに思っております。で、私自身ですね、鉄道業界15年、現在はですね、 IT エンジニアを都内でやってるんですけども、僕が以前働いていた会社っていうのはですね、電車の運転手という仕事をしておりまして、どちらかというとですね、華やかな仕事であると。ただですね、そんな中でもやっぱりですね、会社に頼らない別のスキルをですね、つけておきたいという声もですね、ちらほら同僚の間から上がってきていると。どの業界であっても、現状に満足しない系の人っていうのはあると思うんですよ。今の会社で別の部署を狙っているとか、将来的には転職も視野に入れてますよとか、そんな感じの人たちがいてると思います。もちろんですね、以前の僕の運転手という職業でですね、この仕事最高やと、転職すぎるぜこの仕事みたいな人もですね、たくさんいて、正直性格次第なところではあると思います。で、要はですね、どこの業界であっても、現状に満足しない系の人っていてるよね。こういったところの話です。僕自身ね、実際転職しているわけで、今回はですね、鉄道業界に限らず何か手に職をつけたい系の人に向けてですね、なぜプログラミングがおすすめなのか、こういうふうなことについて説明していければなというふうに思います。そもそもに何か手に職をつけたい人っていうのは、現時点でですよ、特に何かやりたいことが決まっている人ではないと思うんですよね。やりたいこと決まっている人はすでにその勉強を始めていると思うんですよ。そうは言いながらも、現在の職業では転職がなかなかつきにくいと。もしくはですね、現職業のスキルとはまた別のスキルをですね、手に入れたいと考えている人。こういう人が何か転職をつけたいなというふうに考えている人なのではないかと僕自身は思っております。例えば僕の前職の話をすると、車掌であってもですね、運転士であってもですね、その会社をですね、一歩出れば、他の会社で、あまり通用するスキルとは言いにくいというのはあると思います。例えば、IT 業界に来て、お前運転士前やってましたって言われて、何かこう、使えるスキルがあるかって言われると、なかなか難しいと、ね、言い返しにくいところがあります。で、もちろんですね、運転士も車掌もですね、世間の受けは抜群の仕事なんで、職業が良い悪いとかっていう話じゃなくって、他で通用するスキルがつくのかどうかというふうな点においてですよ。鉄道の例で言うと、鉄道業界自体がですね、比較的安定している業界なので、安定目指すんやったらですね、他に転職をつける必要なんていうのはですね、ほぼほぼないのではないかと、これもね、一つ思っているところではあります。そうは言いながらもですね、将来ね、何か別のことに挑戦したい系の人っていうのはですね、今の仕事では物足りませんよと。そんな人にお勧めしたいのは、やっぱりプログラミングをはじめとした IT 系のスキルなのではないかと私自身は思っているわけですよ。その理由はですね、大きく3つあります。1つはですね、やっぱし始めやすい。2つ目、めちゃめちゃ需要ある。3つ目、子供なりたい職業ランキング上位に入ってくる。これ重要ですね。1つ目の始めやすい、この点においてなんですけども、皆さんね、分かると思いますけど、パソコン1台でできるんですよ。これ仕事としても IT エンジニアとかっていう仕事はパソコン1台でできる仕事です。それからですね、スキル目標を設定しやすいですね。例えばこのウェブサイトを作りたいとか、このシステムを作れるようになりたいとかですね、言語としてはこういうことを習得しやすいとかですね、こういったスキル目標をですね、割と設定しやすいのではないかと思います。それからですね、現職でも通用する。例えば会社内にIT 系のスキルが評価してもらえる体制があるのであれば、現職のままスキルをどんどんつけることが可能であると。それからですね、会社自体に IT 系の教育システムがあるのであれば、それをですね、活用していくことで会社にいながらどんどんスキルが上がっていくと、ね、これも一つあると思います。それからですね、やっぱしどこに行っても通用するスキルであると。たとえ鉄道業界であってもですね、そういったですね、評価体制であったりとかですね、教育体制が整っていればですね、DX の観点からですね、 IT 人材は必要とされていくというふうなところでございます。それからめちゃめちゃ需要あるというふうな点についてなんですけど、2030年までにですね、 IT 人材が79万人ですよ、不足すると経済産業省がですね、発表しているわけなんですね。ただこれもですね、最近はプログラムをかける人自体は増加の傾向にあって、で、会社の需要に見合うレベルのスキルを持った人材が、少ないというふうなところなんですよ。そうは言いながらもですね、IT はこれからですね、どの業界であってもですね、必要なスキルでありますよというようなところです。それからですね、僕自身これすごい重要やなって思うのが、子供のなりたい職業ランキング上位に入るというふうなところです。僕の以前の職業、電車の運転士もですね、IT エンジニアに抜かれてるんですよ。最近ですね、子供の間で YouTuber がなりたい職業ランキング1位に入ってくるというようなところで話題になったりとかしてますけどね、2位がですね、IT エンジニアやったりするんですよ。僕が見たサイトだったりとかするとね、そっからですね、しばらく間を空けて電車の運転士が入っているというふうなところで、若干悔しい思いもですね、あるんですけど、そういうふうなところで、子供からのですね、人気も IT エンジニアってのはすごい高いというふうなところが、僕自身すごい素晴らしい、いいなというふうな点でございます。ただですね、そうは言いながらもですね、IT スキル、プログラミング、難点ございます。これはですね、一つに難しいというところです。これはですね、他の IT 系以外のスキル、例えば農業であったりとか、介護であったりとかですね、そういったですね、スキル習得も難しいとは思うんですけど、例えばアナログ的な環境に慣れている方がですね、パソコンってなると若干ね、やっぱとっつきにくい点があるというふうに僕自身は思うんですよね。
それとね、技術の進歩が早すぎるんですよ。もう本当にね、1年経ったら、まあ、新しい技術がですね、どん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 あるので、その新しい技術をですね、キャッチアップしていかなければ、時代に置いていかれるというふうなところで、どん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 俺新しい知識を俺取り入れていくぜ、みたいな人がですね、IT エンジニア、プログラミングに向いているというようなところでございます。始めやすいってところで、まあ、PC1 台を掲げたんですけども、まあ、ウェブマーケティングであったりとかですね、ウェブデザインであったりとかですね、まあ、このあたりもですね、需要の高いスキルなのではないかと思うんですけども、正直ね、一つ目のウェブマーケティングはよくわからないというふうなところでございます。僕自身の感想としてね。言い方悪いんですけど、まあ、仕事のできるできないを判断しにくい仕事なのではないかと僕自身は思います。例えばですね、一般論として SEO、検索システム対策であったりとかですね、まあ、自社のホームページの改善点を洗い出すとかですね、まあ、正解が正直、わかりにくいと。今回うまくいったからといってですね、次回もうまくいくとは限らないと。こういう点が難しい点だと私自身はですね、思っていまして、需要はね、確かにあると思うんですけど、何が正解かわかりにくいなって思って、まあ、スキルとしてはですね、ついた感がないんではないかなと思っております。ウェブデザインについてなんですけど、需要もね、確かに高いんですよ、ウェブデザインって。だけどね、供給も多い、新規参入者がですね、かなり多いので、需要はあるんですが、その後、レベルの高い人たちについていけるのかという点と、自分と同じような人がですね、たくさんいているという点が悩ましい。で、その点ですね、プログラミングは、ほんまかどうか知りませんよ。だけど、9割の人が挫折してくれるんですよ。これはですね、敷居が若干高い。ただ、僕の周りで、プログラミング挫折しましたっていう話はですね、聞いたことがありませんので、まあ、あくまでプログラミングちょっと試してみようかなと思って軽く触ったけどやめましたみたいな感じの人も含まれると思います。じゃあですね、高森さんどうやって勉強したのって話なんですけど、僕の場合は若干特殊で、クックパッドとか2チャンネルみたいなウェブサービスが作りたいと思ってですね、始めたのがウェブプログラミングやったんですよね。手に職をつけたいというか、まあ、ものづくりに興味があったっていうのが理由であると。で、気づいたらですね、手に職と言えるような近い状態になっていたというふうなところです。現在ですね、僕自身、カタカタジムという IT 系のウェブコミュニティを運営しておりますので、まあ、もし IT 系のね、仲間が欲しいという方はぜひ利用してみてください。リンクは説明欄に書いております。それではですね、今日も一緒にカタカタしていきましょう。ではまた。